はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント本日のテーマは「無料のコンテンツはあなたにとって本当に良い結果を生めるのかということを検証してみる」がテーマになります、えー、今日はですね実はあの研修に来ていましてこちらの八ヶ岳の,あのホテルなんですけれども美術館が併設されているあのとてもなんか静かなね ゆったりできる高原の中明日からあのちょっとセミナーが始まるので今日参りでこちらの方にホテルに泊まってるっていうそんな感じでホテルから今日の YouTube の, you のえお話はねお届けしてみようと思うんですが、えっと、こちら私のね新刊があの出来上がりまして、えっと、感情科学術ということでこちらの新刊の中でま価格を どう捉えるのかってお話いいろいろな実例で結構書いてあるんですよでその中でああのまあ、価格のマインドブロックっていうのも、まあ、いろいろあるんですけれどもそれを話し始めるとですねまたあの結構それだけで30分ぐらい話せてしまう内容になるので今日はその無料コンテンツっていうものを どのように考えるのかっていうことをテーマにね、こちらの本が出たっていうこともあるので、そちらを一緒にね、考えてみていただけたらなぁと思って、今日のテーマを考えました。はい。ということで、えー、とじゃあね、早速あのお話をね、してみたいと思います、えー。無料コンテンツはあなたにとって本当に良い結果を埋めるのかを検証してみるっていうことなんですが、あのまず、まあ、無料か、 有料化といえば、えー、実際に自分がお金を出すっていう、えー、実益的な部分ですねの痛みは絶対に本当にお金を払う方が痛みは強いですよね当たり前ですけど今手元にじゃあそうだなじゃあ1万円があったとして1万円が手元にあって無料コンテンツをただで聞けるということは1万円減らないですよね ところがそのまあ有料コンテンツお金がかかるコンテンツそれが1万円だった時には1万円払えば手元はゼロになりますよね。これってあの一見その払ってしまったっていうことに対しては一瞬お金がなくなるので痛みを伴ったり損したような気分になり。 えー、無料のものはすごく嬉しいっていう状態になったりするんですけれどもあの確かにその無料のものが非常にいいというもので、えー、役に立つものとかっていうのもすごくあるのも理解しているし、えー、実際に私今こうやって皆さんにお話をしている内容も実践をしていただいたらすぐに結果が出るようなことも別にお金を取らないで私お話をしているものもあります。 だから、無料コンテンツがすべて悪いと言っているわけでもありません。ただ、一つ今回検証したいのが、まあ、この本の中でもあの書かれているんですけれども、第6章というか、5章かあの、ステップ5っていうところでですね、あの感情って価格って決まっていく部分が結構あるんですよ。あの感情が結局 ブロックがかかる人っていうのは自分が本当に欲しい価格よりも安くしてしまうっていうことが起こったりしますよね。そういう意味ではあの感情と価格ってすごく厄介なもので本来その,もの,のものが持ってる価値以上に勝手になっちゃったり本来ものが持ってる価値以下に勝手になっちゃったりするんですよね。現物で物があったとしても。でこれがサービス業とかコンテンツになったらなおのこと 価格って合ってないようなものの領域になってしまったりします。つまり誰から習えるのかっていうことでその方のことがめちゃめちゃ好きだったら高くても習ってしまうこととかっていうのもあったりする、まあ、ファン心理に近い状態になってしまうんですけどね。だから実際にそのものが持っている価値っていうものと価格っていうのは必ず連動しないっていうのがまずこの感情価格術で歌っている まあ基本的なな考え方なんですよで、えー、お金っていうのは感情のエネルギーが乗っかるっていう話もこの中でしているんですね。うん、そうすると例えばやっぱり嬉しい気持ちで気持ちよくお金を払っていただいていただくお金でそれもしかも、まあ、お預かりするというかいただく方も感謝を持ってよしそのじゃあ契約ならね契約をするときにじゃあこの人を幸せにしてあげよう。 私の場合だったらコンサル業ですから成果を出させてあげようっていうね、まあ、そこのエネルギー交換がお金でトーク交換されるっていうのがまあ基本正しい形だと思っているんですよつまり感情エネルギーが同等であるっていうのがまずベースになるんですよねでこれが えー、搾取っていうことになると、まあ、売,り売り手の方が騙したりとか大した価値がないものを価値があるかのように偽って、えー、一般の方に売る、まあ、買い手の方に売る場合にはここ搾取っていう、まあ騙しの技術がそこに入ってきたりとかして、まあ、実際にそれだけこの人は価値を感じないものを高く買ったみたいに感じてしまうようなことが起こった時にこの流れができてしまうと、まあ、恨みとか えー、負のエネルギーが回っていくわけですよね払ったお金に対して。これあのお金とエネルギーの話をするとその辺りが少し怖くって結局最初払った瞬間は10交換してるつもりだったけど騙されたって後で分かった時に負のエネルギーがちゃんとこの持ってる人に念として乗っかるみたいなところがありますのでそのお金を持っていてさらに回すとまあ さらに不幸の、ね、連鎖が起こってしまうっていうことなのでそもそもそういうお金の扱い方は本来しない方がいいんですよ。まあ、世の中にあの、ね、一部の悪い方はそういうお金の扱い方をするんですけれどもね。でも因果応報っていう部分は結構あってやっぱりそういう人を騙して得たお金って人に騙されてまたそのお金がなくなったり下手するとご自身の命を落とすケースになったりとかね騙し騙される世界って結局そういう部分があったりすると思っているんですよ。 だから、売り手が騙そうと思ってやった場合にも、負のエネルギーが付きまとうし、今度、買い手の方ですね。買い手の方が、えー、例えば、ものすごく得をするように、売り手がもうぎゅ救急の中、まあ、これは勝手にやってしまうケースとか多いんですけど、喜ぶと思ってっていう感じでね、自分の利益をめちゃくちゃ圧迫して、で、この人、本来は喜んでるはずなんですよ。はずなんですけど、なんか、 簡単に手に入ったりとか、簡単なものっていうのって、結構雑に扱うんですよね、この買い手も。だから、売り手がものすごい思いを込めて、一生懸命節約をして、一生懸命お金をね、あのギリギリ限界まで利益圧迫して買ったものを、必ずしも買い手が喜んでるかっていうと、そうではない場合があるんですよ。そうすると、これはこれでまた残念な、あの負の感情のループ、私、一生懸命やってあげたのに、大して喜んでないじゃん。 かね、いやこの金額、まあ、あの割にはまあいいんじゃないかぐらいの、大して感謝もしないみたいな、これはこれでまた負の連鎖が始まるので、感情エネルギーの交換とお金がそれが、えー、と変換されて交換されるときには、等価交換がいい、しかもそれは幸せなエネルギーで等価交換されるといい、えー、買い手の方もこんな素敵なサービス、ありがとう、感謝してます、嬉しい。 で、売り手の方もこのサービスを買ってくれてそんなに喜んで嬉しいっていう、このエネルギーの投下交換がされる方がいいと思ってるんですよ。基本はね。じゃあ、ここにおいて今回検討したいのが無料コンテンツって今世の中にめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。で、これ私もこうやって提供しています。で、私はえっとちゃんと自分で その無料コンテンツはどういう位置づけなのかっていうのを分かって運用しているので特に恨みもないです <laughs> 当たり前ですけど <laughs> あのそれを知って、えー、っとそのまんまうまくいってしまう人はうまくいったらいいし、えー 知りたいカスタマイズした内容を知りたいって言って、私の考え方に共鳴して、私のコンサルティングを受けたいって本人が近寄ってきてくださって、それをリクエストしたことによって契約になる場合においては、そこからきちんとお金が発生するので、まあ、そのお試し的な私の考えを知っていただくっていうためのプレゼンテーションだから、これは別に無料でいいと思ってるんですよ。しかもコンンサルティングっていう ーと職業上ですねどこに価値があるのかって言ったら万人が知ることができて勝手にどのようにでも解釈できるようなレベルの内容のものっていうのは価値がないとは言わないですけれどもその人にとって本当に役に立つかどうかはその人の技量によるっていうところが大きいんですよとても。 技量がある人はだかから1聞いいて10分かっちゃうんんでで問題ないんですよ大体、技量がないので集客うまくい,ったいかなかったり経営がうまくいかないっていうことが起こるんですよね。だから、あのー、じゃあ私はどういうことをやってるのかっていうと、例えば一般的な LINE の活用ってこういう活用がありますよねを仮に伝えたとしますよね。一般的なんです。で、これは別に出し惜しみをしてるとかじゃなくて、その人に合わせた使い方って、 ババラバラすぎてああ喋っても他の人に役に役立たたないケースもあったりすするんですよだからカスタマイズされた内容っていうのはあくまでも1対1の個別で話すからその人にとっても価値があるし私もその人から感謝されるっていうことになるのでそこに価値を置いて私コンサルティングをしていてそこはお金をいただく領域なんですよ。 だけど一般的にわかるレベルの内容っていうのはもちろん別にあのこうやってね質問しゃべってるとき質問されれば別に一般的な内容で答えることは全然できるけどあなたはどうですかっていう領域になったらあなたの背景あなたの事業あなたの考え方、えー、お金の稼ぎ方の方向性性格 家族の状態未来にどう考えているのかこれ全部含め合わせてコンサルすることになるので全部答えバラバラになるはずなんですよ実際バラバラだしはいあのやるけれどもその方の性格によって一つの同じことを言っても言葉の受け取り方が違かったりするんですよね あと受け取った言葉を自分のクライアントさんにどうやって伝えるかっていうのもその人のクライアントさんとの深さとか関わりの、えー、環境とか状態とかどういうふうに、ね、していきたいのかいくら稼ぎたいのかもう答えなんて何万通りも出ちゃうぐらいバラバラになっていく内容なんです。だからこそ どの道がいいのかっていう迷ってしまうところに対しての、まあ、私の経験値での最適解を伝えるということになるからコンサルタントとしての、えー、役割とか存在価値っていう存在意義とかが出てくるわけですよ。でそう考えた時に無料ってじゃあねい今一つ考えてほしいんですけどまあ 良いあなたにとって人生において良い結果を本当に埋めるのかっていうことなんですよね。ここはあの私の個人的な考えです。あの皆さんがねどう考えるかまた自分でこう考える一つの問題提起にねこの動画は使ってもらったらいいと思うんですけれども、さっきのエネルギー交換っていうことが一、えー、つテーマになってきます。 つまり、有料でお金をその知識を得るために払うということは、自分の例えば未来とか、自分がなりたい姿とか、現状から変わりたい状況に対して、覚悟をベッドしてる、かけてるっていうのとほぼ等しいんですよね。無料だと、やっぱり雑に扱っちゃうんですよ、情報とか内容とかも。で、お金を払うと、やっぱ痛みを伴うから、 回収しよよううとととかかちゃゃんとそれれを身に入れようと思って頑張るじゃないですかだから、有料の講座とかの方が成果が出る人が多いんですよ。ほぼ同じことを無料で喋っていても。これはだから受け手側の感情エネルギーの扱い方とそれを自分の人生を自分で買ってるのとほぼ等しいんですよ。だから無料の内容って、 雑に扱うから、有料級とかっていう言葉よくありますけれども、本当に有料級にちゃんと実践で使えば、有料級に変わるんですけれども、そう扱うことができない限りにおいては、無料は所詮無料ということになってしまう、それは自分のかけてるエネルギーが痛みを伴わないエネルギーをかけてるからです、どうでもいいっていう、無料だからみたいな雰囲気ですね。 だから、これ本当に実験結果とかも出ていて、同じ、ほぼ同じようなコンテンツと同じ情報をただで教えたグループと100万円払って教えたグループ、圧倒的に成果が出たのは100万円払って、えー、学んだグループなんですよ。面白くないですかほぼ同じ情報ですよ。無差別的にそのモニターを選んでね、やってっていうことで。だから 結局その人がどれだけそれに真剣に取り組むかっていう一つの証がお金を払うっていうことなんですよね。だからこれ誤解してほしくないのがむやみに高いものを買えばうまくいくってもんじゃないんですよ。100万円だろうがやんないっていう気持ちで雑に100万扱って、たりき本願的に100万払ったんだったらうまくいくよねっていうそのお守り買うがおとくに口座を買ったりとかそういうものをする場合には結局うまくいかないんですよ。要は 気持ちをちゃんと乗せてそれを習得するんだ実践するんだ頑張るんだっていうふうにしたら初めて生き金にななるっていうことなんですよだからそれが生きるお金になるかどうかは自分の心がけ次第で人の場合痛みの強さが多いほど心がけが強固になってったり頑張ろう頑張ろうってやってみようっていう気持ちになるから面白いことに金額が高いほどと あとは、動いた距離が長いほど、交通費が高いほど、そこで得た情報とか、そこで何かを感じようと思って、感じたものっていうのが、高価値になっていくケースが多いです、大抵。はい。で私、すごくいいあのたくさんの人あのコンサルさせていただいてるんですけれども、ほぼ、ほぼほぼ同等の結果が出てますね。ほぼほぼ同等の結果。 あの無料が大好きでちょっとでもお金を払いたくなくてなるべくただでただで済まそうという人はやっぱりその枠の中でしか動けないので決意と覚悟がないんですよ。だけど枠の外を出て自分が払ったことがないお金を払って学びを得るとか、えー、それによって得るものを未来の自分に将来にお金をかけるっていうことができる人あのお守り的にではなくちゃんと 実践するっていう前提でお金をかけることができる人はやっぱりしっかり成果を得ていくことができるので私のコンサルティさんで一番私にお金を払ってくださってるのはコンサルタント養成講座のメンバーです。はいだけれどもその払ったお金の数倍以上稼いでますね。はいだからその 払う金額の真剣さとリターンに対する自分の未来のコミットメントが強いかどうかということなので必ずしも無料が人生にとっていい結果を生むわけではないということですねお得になった気分になるケースが多いと思うんですけど無料は無料で有料は有料でちゃんと払うものは払っていく方が特に学びに関するものは 無料は、まあ、その例えば後ろにあるものを買うための前提のお試しの無料っていうのは問題ないと思うんですけどね、合うか合わないかとかもあると思うし、だから無料だけで人生どうにかしようっていうのは、結構自分の人生を無料レベルにしてしまうことになるので、うまくいきにくいんですよ、やっぱり、成長しにくいし。 うん、だから教室業の先生の場合とかだとそうですね、まあ、サブスク嫌いな人が多いんですけど便利なツールって大体今サブスクが多いんですよ。キャンバーもそうだしモトショップとかチャットワークとかなんかい,いろいろですズームもそうだし。であの稼げてないのにそのお金払ってたら全然あの元が取れないっていうかねお金減っていくだけだみたいに言ってサブスク大嫌いな人がいて。 無料だけでとにかくやろうっていうでやっぱ無料でね基本お試しなんですよ機能的にはだから、あのー、フルスペックで使いたい時には有料プランがある時にはだいたい有料にしないとフルスペックで使えないから成果が出しにくいんですよねスピードとか成果とかだからそこもやっぱかけられないっていう人っていうのはやっぱりお仕事をねしていくっていう意味で自分の未来に かかけててなないっていいっうことじゃないですか私はこれ便利だよね必要だよねと思ったらすぐにそこは月額だろうと払っていきます、まあ、しばらく使ってねいまいちだった時には解約してもうやめちゃうとかっていうのはありますよありますけれども基本はあのそこをねちゃんと払っていってじゃあ払ったお金以上に儲ければいいじゃないですか。 うん、私はだからその考え方なんですよ。使ったもの以上に儲ければいいっていう考え方なんで、お儲からないかもしれないから節約するっていう考えじゃないんですよ、基本。まあ営業的な考えなのかもしれないですけどね。うん、だから、あのー、払う分にはもうそれ以上に絶対に稼ぐっていう。数千円レベルを怖がって 払えない、稼げないかもしれないから払わないっていう時点でもう自分で払わ、えっと、払えない自分の未来をそこで決めてることになってますからね。これちょっとちょっと考えてみてくださいよあの。その分稼げないかもしれないからもったいないからやめておくっていうことは稼げない未来をもう自分で想定しているからその時点でそっちに未来を引っ張ったってことになるんですよ。だからあまり 節節約節約志向に走っちゃうと拡拡大大するものものしていかないんですよでここはあの、まあ、貯蓄的な、ね、考え方と手元に残したいお金っていうこととの感覚であのすごくよく分かるんですけれども特に、うん、出だしの頃って持ち出しの方が増えちゃうんですよどうしても。だから早く稼いで軌道に乗るようにするように。 行動量を馬力かけけてやなななきゃいけないの特に1年目なんですよでこの時にいやこれはもったいないからとか無料で行きますとか言って、えー、地味に節約したお金によって便利な機能の一番おいしいとこ使えないで時間ばっかりかかっていろいろな回り道してる人って。 多いいなあっててうのをすすごく感じてるんですよその人っていうのは無料ということに一番の価値を置いていて実はそれが未来に向かってはものすごく大きな損失を、えー、自分で選んでるっていうことに気づいてないっていうのが残念だよねって思います。だからあのー、無料 有料のものは感謝もしながらさらにそれをこう自分で身にしていくということだからやっぱね幸せなエネルギーの循環なんですよ。で無料はさっき言ったように雑,雑に扱うんですよ。内容が有料だったとしても。だから受け手側の問題になりますので本当に良い結果を見るのかっていうことから言うと、まあ、結論的に言うとですね あのしっかり価値があると自分が思ったものはお金払った方がいいですよ。で、えー、っと例えばセミナーなんかとかいろんな習いたいこととかやりたいことが遠くで開催されるっていうこととか交通費と時間かかるっていうね場合によっては宿泊費もかかっちゃうかもしれないそういう時でもそれをしてでもそれをやりたいと思う時には行った方がいいですよ。行くことによってそのエネルギーがかかるんですよ遠くに行くっていう。 それによって得るものを得ようっていう体の吸収能力が開花するっていう感じですね。だからあの私、あの今今年ね、すごく動いてるんですけど、その分やっぱり同じ場所にいては会えない人とものすごくたくさん会ってるんですよ。で、それは仕事を広げたいからどんどん名刺配って無理やり人脈を広げてるじゃないんですよ。その いろんな人と会うということはいろんな人の価値観を手に入れることになるのでその価値観を手に入れるっていうことが自分のアイディアの幅を広げたり自分のビジネスのうん新しい商品作りとかの大きなヒントになったりとかするんですねだから自分の頭で考えるものは自分の頭の発想以上のものは出,出ないんですよ当たり前ですけど。 だけど誰かと会ったりとか他人のアイディアとかが入ってくるとあそれありですよねっていうそういう感覚が入ってくるとまた一段自分の器が広がるっていうことなんですねだからそれをするためにもお金ってある程度支払っていかないといけない感じなんですよ、うん、だからあのー、この先行投資的な 考え方で、ね、ただね投資して終わっちゃうセミナージプシーみたいな人もいるんでここも注意しないといけないんですけどね投資したら回収するんですよ。私のルールはマイルールは5倍です稼ぐものに投資をした時にはね。なのでそういう一つのルールを決めるとすごく真剣に学びとか頑張れるようになるのであの私は無料コンテンツはうーんちょっとしたお試しレベルで その本当に習いたいものがある手前のお試しレベルでやるのはいいけれども無料ばっかりで知識を得てどうにか人生とか仕事をしようと思うのは結果としててて本末転倒になるって思っ思ますそれはあなたのエネルギーが無料っていう未来の自分は無料レベルのものしか扱えない器だっていうのを自分で決めちゃってるからなんですよ。 有料でお金を払う分にふさわしい自分がおつらいになっていくんだっていう先払いですね未来への先払いをしているっていう感覚で思っていただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思いますはいということで本日のまとめです、えー、無料コンテンツはあなたにとって本当に良い結果を生めるのかを検証してみるです、えー、私の答えは無料はあまりあなたにとって良い,い結果を生まない といいう,うに考えていますなぜならば無料っていうエネルギーは自分にとって痛みを伴わないから割と雑に扱っちゃうエネルギーだからです。有料ということはお金を払う痛みがかかりそこに対する自分の未来に対してお金をかけたことになるのでその分しっかり学びを得たりしっかり知識を吸収すると結果としてそれが 利益を生んでいくアイデアになったりするっていうふうに私は思っていて、実際に私のクライアントさんもしっかりお金をかけて先行投資した人ほどうまくいっているという結果があります。なのでここはねぜひあの気をつけていただいてセミナージプシーになってはいけないけれども、まずは無料ばっかりを漁りながら講座をやっている人はそろそろ無料ジプシーからも卒業しましょうっていうのをお伝えしたいなっていうふうに思いました。 はい、以上になります。それでは。